伊藤美久さん演じる一つ柳ゆりちゃんの瞬きを演奏させていただきました。テレビアニメ「アサルトリリーブーケ」は放送から3周年を迎えました。現在、毎週日曜日に1話ずつアニメをみんなで同じ時間に見ようというキャンペーンを行っています。次回は12月3日日曜日21時30分からですので、第10話姉もね、ぜひ一緒に見ませんか？以上、一つ柳リリ役の赤尾ひかるでした。ごきげんよう。